大倉公園は愛知県大府市にある公園である。公園分類は近隣公園。大倉公園は大正時代に当時物畑があった一帯を日本陶器合名会社の初代社長、大倉和地下が取得し、その別邸であった場所である。この別邸は大倉が名古屋を訪れた際の仮住まいとして使用されたほか、迎賓館としても使用されており、1927年には、 かやのみや常のりおが、騎平第三連隊に通うため、この別邸に数ヶ月間滞在している。その後、1944年に売却されて、明記製作所創業者の梶じ之いが所有した後、1975年に貴重な資源を保存するため市が買い取り、公演化された。2009年10月には、 大府市と災害時総合園協定を結んでいる岩手県東野市のかやぶき職人7名を招き、22年ぶりにかやぶき門の吹き替えが行われている。園内には約2800本の筒子や一つばたごが植えられており、4月下旬から5月中旬に見ごろを迎える。また、2月中旬には大府盆栽展、4月下旬には大倉公園筒子祭りが行われ、 にぎわいを見せている。休憩胸広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。